私はこの問題に関してはですね、中学校ぐらいですかね、社会の時間からずっと興味を持って見てきた話なんですけど、いまだにやっぱそうなんだと。で、まあ、分かりやすい例で申し上げますとね、北海道のいわゆる観光客向けの市場なんかに行って、こう北海道の新鮮な魚介類ですよというふうにして売ってるものっていうのは、まあ、例えばお魚見ると分かりやすくて、内臓を取ってあって首をほとんど切ってあるようなものって、これ大体ロシアからの輸入品だというのを、地元の人が行くスペースにたまたま行った時に、その地元の業者さんに教えていただいたんですけど、今そんな状況なんですよね。ですからかなりですね、まあこれ今ロシアの話を申し上げましたけども、海外にいろんなものを頼っているという状況の中にあって、まあそれをですね、そのまあまさにこのね、あの今法案の概要がこれ出ておりますけども、趣旨のところに国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化に伴い安全保障を確保するためにはうんぬんと書いてありますが、まさにそのそういったまあその複雑化とか変化に対して、まあ、しっかりと対応していこうと。で、特にその経済安全保障というのは、今軍事に関してもですね、半導体が必要だよね、動くんだったら食料が必要だよね、エネルギーが必要だよねというふうな状況でありますから、これをしっかりと確保しようと、そういうふうな目的のでもってですね、そういった問題意識でもって作られたのがこの法案なんですね。と、まあ、ここまで説明を皆さん聞いていただくとですね、あ、なるほどと。まあ、僕はですね、この非常に、まあ、重要な法案をいかに重要なのかということをですね、皆さんに、まるで政府候補のように、説明するんじゃないかというふうにちょっとお考えになったかもしれませんが、実は私のこのですね、今回の動画の趣旨はそうではなく、その真逆であります。この法案、結論から申し上げますが、はっきり言えば有事には対応できない、ほとんど平和ボケのゆるゆる法案であります。で、こんなものができたとしても日本の経済安全保障は確保できませんと断言。